NPO 法人札幌カラス研究会中村です。今目の前にいる、これ死んでたり病気とかじゃなくて怪しくなってます、日光浴です。今日はね、札幌25度超えてんのかな、風もなく暑いです。で、こういう時はカラスも暑いんだけども日光浴します。これまだね、マイルドです。もっとね、すごい時あるので、もうダラーンとですね、なんか溶ける寸前みたいな時もあります。これはね、まだそうでもない、あんまり崩れてないのでね。あ、ちょっと動いちゃうかな。で、これ日光浴なんですけど、義浴って言ってアリの巣をつついてですね、怒らせて体中にアリをね、いっぱいつけて蟻酸を出させてですね、それで寄生虫を消してるって説もあるんですけど、義浴っていうのもやります。で、カラスは日光浴、水浴び、雪浴び、義浴と。その代わりに銭湯の温泉、温泉とかの煙、煙突の煙を浴びるとか、要は燻製状態ですよね。なんかそんなのもやるんですけど、最近そのね、銭湯からの煙ってあんまり見ないかもしれないんですけど、日光浴はですね、これから夏は、暑い日は、どこかでこのように、ベタッと。あと多いのがね、公園の砂場なんかでもやってます。砂はね、すっごく熱くなるので、上からと下からと両方ダブルでですね、消毒というか殺菌になってんのかなと。本当にもうタランタラン怪しくなっちゃいますから、ぜひこれから暑い日は芝生とかそんなとこでこういう姿を見たら、じっと見ててください。もう顔つきが最高に怪しいんで、ちょっとこれカメラが遠いし、大きくするとなんかひどい動画になっちゃうんで、あんまり拡大してないんですけども、ブト君の日光浴でした。